株式会社パレモは愛知県名古屋市中村区に本社を置いているパレモホールディングス株式会社の参加で店舗小売事業及び店舗フランチャイズ事業を営む企業である。なお、パレモホールディングス株式会社はエンデバーユナイテッドパートナーズ2株式会社が業務執行組合員であるエンデバーユナイテッドパートナーズ3投資事業組合の参加で 事業主会社の経営管理等を行っている。大手 GMS 企業であるユニーの事業多角化推進に伴い、ヤングレディ水量の専門店として誕生した。主にスーパーやショッピングセンター内の専門店を中心に全国に展開している。2016年2月時点においてパレモにおけるユニーのショッピングセンター内に入居するテナントとしての売上構成費は 全体の約15%ほどであり、事業活動の独立性は当時の関連会社ユニーに事実上左右されることなく確保されていた。なお、同社の主力出店先はイオングループ内であり、売上構成費全体の約28%を占めている。社名の由来は英語で仲間を表すパルと感動を表すエモーションを組み合わせた合成語である。企業理念は ドゥーイングイットとしている。2012年2月21日、当時のグループ会社、スズタンを吸収合併し、同社の店舗ブランドを引き継いだ。2016年9月、親会社であったユニーグループホールディングスが、保有していた株式について、投資ファンドである、エンデバーユナイテッドパートナーズ2参加のエンデバーユナイテッドパートナーズ3投資事業組合が、 株式公開買い付けを行うことを発表した。買い付けは成立し、同年10月24日付で、親会社がエンデバーユナイテッドパートナーズスリー3投資事業組合に移動し、ユニーファミリーマートホールディングス参加から離脱した。一定条件をクリアしたため、株式の上場は維持されている。2017年8月、同社は会社分割の手法によって、 持ち株会社制に移行し、同年3月に設立された準備会社に小売事業を移管することで新たな体制となった。アパレル事業雑貨事業過去存在した店舗ブランド製造委託先の業者に支払う代金を不当に減額したり、業者に無償で発注データの入力作業をさせていたことが表面化。パレモ側の事情を聞いた上で2012年9月20日、 公正取引委員会により、下請け法に基づく違反勧告がなされた。なお、同法が禁じる不当な駅務要請での勧告は、全国初の事例となった。広報資料、プレスリリースなど一時資料パレモホールディングスに関する、カテゴリー。ありがとうございます。